スイスチーズモデルの図解スイスチーズモデルは、マンチェスター大学のジェームズ・リーズンが提唱した、リスクマネジメント及びリスク分析のモデル。主に航空安全、工学、医療の場などで用いられる。スイスチーズの目を問題点に見立て、その大きさや位置が異なるスイスチーズを、それぞれの安全対策に見立て重ねることで、目を塞ぎ、リスクを上長化している。 リーズンは、スリーマイル島原子力発電所事故、ボパール化学工場事故、チャレンジャー号爆発事故、キングスクロス火災、チェルノビリ原子力発電所事故などの事故報告を調査し、潜在的問題と潜在的問題の区別を提案した。リーズンは、多くの事故は、構造、監視、前提条件、具体的な行動のうち少なくとも一つに問題があるという仮説を出した。 例えば、悪天候と知っていながら、夜間飛行の経験が不十分なパイロットを配置することは、監視、緊縮財政治に訓練予算を削減することは、構造、疲労した乗員は、前提条件に問題がある。リーズンは、個人的問題と構造的問題の区別を提案した。スイスチーズモデルの個人的問題は、責任論を題したものではないが、 個人責任の追及は原因究明の足かせになるため、個人的問題は再発防止に注ぐべきとする意見に、しばしば引用される。ABCD James Reason, Human Error, Models and Management, 320, ピアニッシも、768-770、ドイ、10.1136, BMJ. 320.7237768PMC1117770PMID1072363Resilience Engineering Concepts and Precepts アシュゲートパブリッシング ISBN 9780754646419James Reason The Contribution of Related Human Fail Arts to the Breakdown of Complex システムズ327ピアニッシモ475484ドイ 10.1098RSTB1990.0090 スイスチーズの穴のことを目、穴のないスイスチーズのことをもうと呼ぶ。詳しくはスイスチーズを参照。ありがとうございます。